こんばん、犯人は誰だ？ミステリー案内人です。私、ミステリー作品を見るときはいつも犯人が誰か考えるわ。そうやって考えながら見られるのがミステリー作品の面白いところですよね。けど、いつも意外な人が犯人だったりするのよね。犯人を当てるのは難しいですよね。それでは今回はある家族に起きた事件のお話をしましょう。ある国に仲の良さそうな3人家族がいました。父のデイビッドに母のルーナ、そして10歳になる娘のエミリーです。エミリーはこの家での生活には慣れたかい？うん、慣れたよ。楽しい。それならよかった。心配してくれてありがとう、お父さん、お母さん。エミリー、今お父さんって？私たちのことをそう呼んでくれてありがとう。実はエミリーは2人の実の娘ではなく、最近養子として迎え入れたばかりの子供。そのため2人には不安もあったのですが、エミリーはすぐに2人と仲良くなれたみたいでした。いろいろ悩んだけどよかったな。ええ、エミリーのこと絶対に幸せにしましょう。なかなか子供ができなかった2人にとってエミリーは初めての子供です。大切に育てていこうと思っていた2人でしたが、エミリーが来て1ヶ月後に問題が起きました。あなた、エミリーのことで相談があるの。どうした？ルーナが言うには、最近エミリーがおかしな行動をとっているというのです。エミリーが裏庭でネズミの死体を持っていたの。たまたま死んでいて興味本位で触ったんだろう。だって何時間も死体を触っているのよ。子供ってそんなもんなんじゃないのか？好奇心旺盛な子供ならそれくらいするだろうと思っていたデイビッド。じゃあエミリーの部屋に置いてあったこの日記を見て。そう言うとルーナはエミリーの日記を見せました。これはさすがに怖くない？その日記にはネズミや犬など動物が解体されている絵が描かれていたのです。わかった、エミリーに聞いてみるよ。よろしくね。こうしてデイビッドはエミリーに聞いてみることに。今学校の生物の授業で動物の体を勉強しているの。ああ、そういうことだったのか。日記の絵も勉強のために描いていただけなんだけど、下手くそだったかな。そんなことないぞ。確かに体の構造を描いているだけだな。こうしてエミリーのおかしな行動はルーナの誤解だったと分かったデイビッド。それよりもお父さん、話したいことがあるんだけど。ん？どうしたんだ？実はこの前あるものを見てしまって。実はゴニョゴニョゴニョ。嘘だろ。ですが今度は逆にエミリーからとんでもない話を聞いたデイビッドなのでした。そういうことだからお前の勘違いだよ。そんなわけないわ。あの子が来てからお隣のリチャードの犬も行方不明になってるのよ。たまたまだろ。エミリーは動物を殺して楽しんでるサイコパスなのよ。おい、娘だぞ。疑いすぎだ。児童養護施設に返しましょう。このままだと私たちが殺されるかもしれないわ。考えすぎだって。いっそのこと事件が起きる前にあの子を私たちの手で。何言ってるんだ。どうしたの？なんでもないよエミリー。それよりもあなた仕事に遅れるわ。ああそうだった。じゃあエミリー留守番よろしくな。お母さんもあと少ししたら友達と会いに出かけるからね。うん、わかった。お父さん行ってらっしゃい。行ってきます。エミリーも家でしっかりとやるんだぞ。はい。こうしてデイビッドはエミリーのことでルーナと喧嘩をして仕事を行くことに。ですがとうとうこの日に大事件が起きたのです。なんだって？はい、今すぐそちらへ行きます。なんとデイビッドが仕事をしていると家が火事になっているという電話がかかってきたのです。エミリー。お父さん怖かったよ。どうやら火事が発生してすぐに消防隊が駆けつけたみたいでした。そのため火もそこまで広がらず、家に一人で残されたエミリーも無事だったのです。あなた、エミリー。エミリーはなんとか助かったよ。よかった。けどどうして火事なんか。わからない。けどエミリーが無事でよかった。私もそれだけでいいわ。こうして安心している2人でしたが、この後思いもよらない展開になったのです。ルーナさんですね。え、何ですか？署まで同行お願いいたします。なんだって？
なんとルーナがこの家を放火したとして警察に捕まってしまったのです。ルーナは外で友達と会っていたんだからアリバイもあるだろう。お子さんからルーナさんに襲われたという通報があったんですよ。エミリーから？なんとルーナはエミリーを縄で縛って時間が経つと火が燃え広がる装置を置いてそのまま家を出たというのです。火が家に燃え広がり始めた時にはルーナは友達とお茶をしていました。アリバイ工作のためにこうしたのでしょう。お子さんが自分で縄をほどいて通報していなかったら家は全焼していてお子さんも大変なことになっていましたね。嘘だろ。お父さん怖かったよ。妻のルーナがエミリーを殺そうとした事実に驚いた様子のデイビッドですが、ルーナは娘のエミリーを悪く思っていて動機もあったため殺人未遂の罪で捕まってしまったのでした。それから1週間後、ああやっと落ち着いたな。火もそこまで燃え広がっていなかったためデイビッドとエミリーは前と同じ家で暮らしていました。ん？誰だろう。そんなある日、デイビッドはある人からとんでもない話を聞くことになるのです。こんにちは。リチャードさん、お久しぶりですね。訪れてきたのは、最近犬が行方不明になったというお隣のリチャードさんでした。どうされたんですか？実はあの火事があった時、たまたま家の中を窓越しに見ていたんですよ。そうなんですか？はい。あれって奥さんが娘さんを襲ったってことで捕まりましたよね。ええ。だけど奥さんは犯人じゃないと思うんです。どういうことですか？奥さんが家から出て行ったのは私も見ていました。そしてその後にお子さんは自分で自分を縄で縛っていたんです。え？火が燃え広がるような装置もお子さんが自分で自分の部屋に置いていました。ってことは犯人は妻ではなくて娘の自作自演だって言うんですか？それはなんとも。けど娘さんは火がついた瞬間に縄をほどいて電話もしていたので。わかりました、一応娘に聞いてみます。こうして衝撃の事実を聞かされた様子のデイビッド。お、今誰と話してたの？エミリー。それ。後ろを振り向くとニコニコしたエミリーがナイフを持って立っていました。ネズミでも殺してたのか。正解。隣人のリチャードさんがあの日のことを全部見ていたらしい。嘘。大丈夫だ、ただの見間違いってことにしたらルーナが犯人のままだよ。そうじゃなきゃ困るのはお父さんでしょ。まあな。なんとあの火事の犯人はリチャードの言った通り母親のルーナではなくエミリー、そしてデイビッドでもあったのです。二人は計画を練ってルーナが犯人になるように仕向けたのでした。まさか娘に不倫がバレて脅されるとは思わなかったよ。私はお母さんが邪魔だったからちょうどよかったわ。ルーナはお前がサイコパスだって疑っていたからな。まあ実際にサイコパスだったけど。そう、エミリーは自分を邪険に扱う母親のルーナを何としてでも消したいと考えていました。そんな時にデイビッドが不倫をしていることを知り、ルーナにバラさないことを条件に協力させたのです。お父さんも不倫がバレるくらいならお母さんを消して不倫相手と一緒になりたかったでしょ。まあな、だけどこんなにうまくいく方法があるとは思わなかったぜ。警察もみんな子供の言うことを信じるからね。だから自作自演も疑われずにルーナのせいにできたってわけだ。リチャードも口止めで始末しとくか。そうね、私がリチャードに襲われているのをお父さんが助けるときに間違って殺しちゃったってことにでもする？それはいいな。でしょ。こうして二人のサイコパスは不敵な笑みを浮かべるのでした。お母さんのルーナは夫と娘にはめられたってこと？そういうことになりますね。実際に母親のルーナは娘のエミリーを襲ったりはしていません。母親のルーナに襲われて縄で縛られたってのもエミリーの嘘だったのね。だけど警察は小さな子供であるエミリーの証言を信じました。それでルーナを刑務所に入れるのが二人の策略だったみたいです。デイビッドは不倫をバラされたくなかったからでしょ。最低だわ。エミリーだけではなくデイビッドの証言もあったからこそルーナは捕まってしまったんでしょうね。ルーナは娘のエミリーをよく思っていなかったっていうデイビッドの証言ね。まさかの真犯人に驚いちゃったわ。ですがこのお話には後日談があるんですよ。え？
なの？はい、気になる方はこの後のおまけも見てみてくださいね。絶対見るわ。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。そろそろリチャードも始末しておくか。警察にでも言われたらめんどくさいだろうしね。よし、作戦は前に言っていた通りにするぞ。わかったわ。リチャードの家に行って襲われてくるね。あれ、誰か来たぞ。デイビッドさん、エミリーさん、署まで同行願います。え、どういうことだ。俺が警察に全てを話して現場検証をもう一度してもらったんだ。そうしたらいろいろと不審な点がいくつも出たんだよ。てめえ、ふざけるな。うちの犬をやったのもお前だろ。これは復讐だ。それでは行きましょうか。くそ。悪事は必ずバレるってことですね。